ハロー YouTube スポーツ部活チャンネルの立ち順です。5月17日水曜日ですね。チャンネル登録お願いします。お願いします。ちょっとコーヒーを飲みます。結構ジャニーズでなんかいろいろね騒いでますけども、そうですね、結構まあ部活チャンネル、スポーツ部活チャンネル、まあ、部活とは関係ないんですけどね。まあでもこれ結構部活でもそういうね、その監督がコーチがそういう生徒とかにレギュラーにさせるさせないで、そういう虐待というかね、そういうのもねよくあるんですよね。スポーツ体育会系とかに、まあでもこれ江戸時代からこういう人はいるし、そのジェンダーのね、そういう幼児の、しかも同性に、もちろん異性はあるし、ジャニーさんのねその会見、ジュリーさんの会見 NHK のやつ見て、あと堀江貴文さんの意見、あと誰だろうな、それに言及してるの。あと僕が知ってる YouTuber ですと、あとあの高須クリニックのミキヤ先生の解説というか意見を聞いて僕の答えを出したいと思います。で僕はもう経歴言いますと、元体育教師をやっていたり、あと芸能事務所にいました大手、オスカープロモーションというところに10年以上いたので、まあ、芸能界のこととかジャニーズのこととかも、後輩に元ジャニーズジュニアとかいたり、まあとても仲が良かったわけじゃないです。まあ、ジャニーズの関係に近い人とかの話も聞いたことあるし、ジャニーズで働いてる人のにもすれちょっと、まあ、すれ違ったというかね。で現場で僕ジャニーズの方と仕事もしたことあります。 CM で、まあそれはまあ人によるしあれなんですけど、その今回のその芸能事務所としての芸能界のトップオブトップですね、ジャニーズ事務所としてのその、カウアンさんとかね、まあその小学生ぐらい中学生の男子をこうジャニー北川さんがねそういうことをしたっていう事実について、BBC とかが取り上げね、日本の芸能界ニュースにもテレ朝かなんかにのニュースもなったんだけど、で NHK が会見したんだけど、そのトータル含めてちょっと意見を言いたいと思います。でジュリーさんの記者会見を見ました。で記者会見の話を見ると、やっぱりその被害者だけに謝罪するっていうのと、被害者だけに謝罪したっていう感じはしましたね。まあでも会見すること自体がね、本当にこの信じられないというか、まあとても時代が変わったなとは思いましたね。あんなこと僕が芸能界行った時にはなかったんで、でまあどうすかね、ちょっと待ってくださいね、換気扇を。そうですね、まあ高須クリニックのまあミキヤさん先生の意見は、まあ普通のまあことを言っていたというかね、その今許すそういうジュリーさんがまあおじさんですよね、おじさんに当たるんですけど、北川さんね、もう亡くなられたので、つい去年で、そういう若い男の子とかにそういうことをしてきた、デビューするそういうことをすることによって好きな子をこうデビューしたしてきたっていう事実は知らなかったって言ってたんですよね、NHK の記者会見で。でだけど
昨日ね、そういえばカウアンさんって言って、元ジャニーズジュニアのそういう20回以上そういうジャニー北川さんにそういうことされた方が、街録チャンネルね、僕三谷さんやつも結構それでフォローされてるけど、街録チャンネルでインタビュー昨日ね、出てたんですけど、街録チャンネルは結構生々しいその行為とか詳しい説明、とても今までの記者会見よりも分かりやすくなんか言ってたんですよね。ちょっとやっぱり三谷さんというか街録チャンネルっていうのは今一番インタビューする人がうまくて、でね、あれね、やっぱり公演とかね、そういう場所でやってリラックスして、記者会見って緊張しちゃうので言葉を選ばなきゃいけない、大人数あれ二人っきりでカメラ回しようね、こうカウアンさんのそのボキャブラリーとか記憶もうまく引き出すんですよね。友達と話してるみたいに、だからあんな風にね、面白いというかね、番組なんでしょうけど、それ見た感じで言うと、ジュリーさんはあの NHK で記者会見した、メイですよね。ジャニーそういう犯罪を起こしたジュリーさん知らなかったっていうのをカウアさんは多分本当だと思うと。ただうすら、まあ世間の人も知ってるし、僕ももちろん知ってたし、知ってたけど、本当に本当なのか、知ってるはずって思うじゃないですか。でもカウアンさん曰く、ジュリーさんは本当なのっていうのを本人に確認したらしいんですよね。まあそこはね、どっちなんだろうって結構重要なんですけど、おじさんがそういう性虐待をしてたと、タレントを、まあ見て見ぬふりをしてたというか、っていうのと、本当は知ってたんだけど、見ないふりをしてるので、そうすると人格がね2つとか作られるんですよ。人間ってうまくこう適応能力っていうのがあって、というのと、今会社の危機局面になってるプレッシャーで、知らなかったよっていうのを言ってしまったとかね、そういういろんな要素があって、ジュリーさんはカウアンさんと2人で会ったらしいんですけど、記者会見の前にね、今回の NHK の記者会見の前に2人で会ったんですけど、その時におじさんがそんなことをしてるって本当なのカウアンみたいな感じで聞いた。でその絵は演技じゃないかなっていうね、その美咲さん、青白王子がの番組出てたんですけど、 YouTube カウアンさんの演技力とか、そのなんか喋り方とか僕分析して、まあ、ジュリーさんはね本当にそういう風に聞いたと思うんですよね。いい人っていうかね、そのといういい関係が築いてるんで、それもまたグルーミングみたいなことを言うんだけど、まあ僕はね、なんかその会社が危機っていうのと、ジャニー北川っていう巨大なね、そのおじさんなんだけど、創業者の権力とかその重圧にジュリーさんはそこまで関与できなかった。おじさん、だからジャニーさんがその元々は女性が好きだったとか、大人の男が好きだったとか、そういうもう知ってたか知らないのか。でもね、めいっ子ってね、あんまおじさんとかのこと知らないっすよね。同じ会社といえど。で、やっぱりそういう性的な、ちょっと普通の人とは違うことを受け入れたくないっていうか、自分もその血液、血を継いでるのね。だからそうなんですよ。見て見ぬふりが、自分を正当化したいがために。多分、ジュリーさんも若い時にジャニー北川のあの妹のジャニーズ事務所の関係の娘だってみんなに知られてたので、ジャニーズって実際どうなのと、その性的虐待やんないと売れないんでしょみたいなことを友達にも言われてたと思うんですよね。だから知ってはいるんだけど、おじさんとこと喋るとおじさんは姪っ子に女の子だしね、そういうことを言わないし、そんな態度を見せないので、
まあ、実際どうなのかわからない。もちろんそういった気質はあるかもしれないけど、現場を見てないので信じたくもないしっていう、まあ裁判で負けてはいるんだけどね、今までね。という、 こう人格が分離されてなっちゃうんですよね、人って。その嘘をつくっていうこととか、親とか恋人とか奥さんとか旦那さんに、そういうのも同じようなことで、そう信じたいというか、その喧嘩や争いがない状態では正しいか正しくないかっていうのは自分の中で結論を出さないっていう脳みその人間の構造になってるんですよね、ということだと思うんですけど、ちょっと分かりづらいかもしれないですけど、という感じですかね。で、今なんかなんでジャニーズを出すなとかね、ジャニーズの商品を起用してる企業を非売運動とかいろいろやってるんですけど、まあ、それに関してはね、僕はね、まあ買う人は買うし、買わない人は買わないでいいんじゃないかと。まあ運動したい人はすればいいし、まあその広告が嫌なやつでもね、商品が良ければ買うので、まあイメージはね、はもちろん悪くなるんだけど、まあ今後のその一番わかりやすかったのがカウアンさんの昨日の美咲さんのチャンネルで言ってた、美咲さんが結構問い詰めるんですよね。これは社会問題としてやっていかなきゃいけない、まあジャニー北川さんとそのジャニーズのジュニア子供たちの問題なんだけど、ジャニーズ事務所対ジャニー北川さんも今いないんですけど、まあ、加害者がいないっていうのももちろん問題なんですけど、ジャニー北川さんとジャニーズ事務所と被害者が訴えるかどうかの問題なので、で僕は思うんですよね。まあその権力とか立場を利用してそういうことをすると、まあそのカウアンさんが言ってたんですけど、やっぱりそのジャニーズもそういう同性愛者のアイドルもいたと、よくいるという話もしてましたね。まあそうでしょうね、男社会なので。まあ、男子校女子校、僕女子校の先生もやったことあるんですけど、そういうところでもまあしばしばね、その起きるというか、そういうところにやっぱり望んでいく人もいるんですよね。まあそのもちろん世の中にはっていうか周りには言わずにっていうね、先生でもいますよね。男が好きで男子生徒、女性の先生も女性が好きで女子生徒の学校にいるっていうのはまあある話だし、って思うんですけど、まあ、性的なマイノリティっていうのはそうそう人には言わないし、やっぱり世間の目があるんでね。ただ自分が居心地のいい職場というかね、選ぶので、で学生さんだったら女子大、女子高、女子中で、まあそういう世界になっていくと、人間ってただの動物なので、しかもちょっと高等なので、その自分は異性、女性だったら男性、男性だったら女性を好きなのかどうか分からないと、実際好きになったことはないと、その肉体をこう抱きしめたいとか、接吻したいとかね、接吻というかキスしたいとか、そういう欲求はあるんだけど、それが、女性なのか男性なのか、まああとそれは好みもありましたかね、身長が高いとかちっちゃいとか、すごい可愛いとか太ってるとか、顔って十人十色なんで、タイプならばするけど、タイプじゃなかったらしない。僕だってありますよ。僕女の子、女性が好きなんですけど、タイプじゃなければ付き合いたくもないし、好きにはならないので、それで男性だったら好きかっていうと、男性だとまあ、友達とか親友とか仲のいい、気に入る、そういう、昨日もね、月曜日もね、専門学校の学生を教えてたんですけど、まあ男の子とか可愛い、ね、19歳とか可愛いなと思うけど、そういう対象では見れないというかね。ただその好きって抽象的で、古代ギリシャからね、そういう同性愛者もいたりね、オリンピックの起源なんて、あれ、芸の美の祭典ですからね、オリンピックってもともと。で、クーベルタン男爵は、オリンピックのね、祖と言われる、そういったね、男性好きなので、ジャニー北川さんみたいなもんなんで、女性の
競技はなかったんですよね、昔はね。肉体美を競うとかね、その、まあ、そういう世界は昔からあったんですよね。だから驚くことじゃないけど、今その問題は芸能界という、まあ、組織とかいうかね、そういう社会があって、そこでそうでもない人を強制的に、もしね、お互い好きだったらいいんですよね。そういう性的なマイノリティ同士が同じ、合致したい。嫌なのに、その権力とか立場を利用してそうしてるっていう社会に問題があるって、昨日美咲さんが言っていて、まさにまあ、もちろんそうなんですよね。嫌がってんのに無理やりするっていうのがもちろん問題なんですよね。立場をまた利用してね、また未成年っていうのは何もその、恋愛経験もね、ほぼないですし、わからないわけですよね。その経験があっても恋愛経験がまだ1回や2回の恋愛なのでわからないので、まあわからないっていうわけじゃないですけどね、1回の恋愛で終わる人もいるし、人生ね、まあ、というとこなんですよね。まあ僕の意見はそのどういう結論に至ればいいかっていうと、あのもうそのジャニーズっていうのはもう個人なので、あと家族経営なので、ああやって謝罪したというのは事実を認めたっていうことにもなるし、被害者が訴えなければなくなってしまうんでしょうね。だからこれを良くない良くないって、もちろん良くないんだけど、そのすいません、ヒゲ剃っていいですか。良くないんだけど、その全然蚊帳の外の、僕もそうですけどね、もう前、昔は芸能界だったんで、それに近いような話も聞いたし、身近にそういう人がいたんで、あの社長のね、その立場を利用して、それは民間企業でもいますよね、上司で偉いので逆らえないみたいなね。実際そういうのを利用する女性もいますからね。あの利用するわけじゃないんだけどね、会社に愛人を社員で入れるみたいな、未だにありますからね。中小企業なんかはよくありますよね。まあそれで別れたりするんだけどね。あのまあこう社会ってそういうもんだよねってみんな知ってんですよね、そういう人もいるってことをね。ただやっぱり許してはならない、そういう子供が追い込まれたりするわけじゃないですか、人生を台無しに。で芸能界なんていうのはまあそういうエンターテインメントなんで、そういうのがこう多い。でも僕ね、芸能界いましたよ10年、大手、そういう話も聞いたし、そういう風になった後輩や友人も実はいます。辞めてしまったとかね。でもね、民間企業もねバリバリあるので、だから芸能界と民間、普通の一般社会ってもし分けたとしたら僕同じだと思うんだよね、比率。そういう権限を利用した、立場を利用した性的虐待とかって民間企業なんてもう数多いですからね。ジャニーズ事務所、芸能界って狭いし、やっぱりジャニーズ事務所っていうのは一企業だし、まあ、古がマイケル・ジャクソンがね、そういう訴訟も起こされてね、子供をね好きだっつったけど、まあそこをね、こうなったら。でもね、これね、学校の教材として扱うべきかっていうのもあったけど、まあ先生は扱いたくないでしょうね。そんなマイノリティな人たちの話を僕ら普通の一般人が考えてもしょうがないって思うんですけど。だから難しいっすよね。
これどう捉えたらいいか、そのそういう立場にも自分がもしなったらもうやめればいいし、例えばジャニーズ芸能人になりたくて入ってそういうことそういう状況になったら違う事務所行けばいいじゃんって思うじゃないですか。企業だったら社長がそういう人だったら違う会社に転職すればいいじゃんって言うんだけど、まあ、実際は転職するのも大変だし環境変わるわけだしね。でもいいとこもあると、その会社のね、みんな辞めれないんですよね。日本人は特に環境変えるのが本当に嫌いなので、僕は結構平気なんだけど、割と日本人はやっぱ今までやってきたことを壊すっていうことがすごい臆病になるっていうかね、そのなんとでもなるんだけど、やっぱ大きなね餌があったらそっちにね止め、だから大企皆さんの勤めてる会社とか、お父さんお母さんが勤めてる企業とかで次部長になれるかもしれない、部長になれるなる代わりに社長がちょっと俺と一晩使ってくれないかって言ったら、それ一晩我慢するだけで部長とか出世年収が倍になるとか、そしてマイホームもお金も返せるとかね、だったらやっぱ我慢するじゃないですか。それと同じ状況なんですよね、ジャニーズの子たちも。ただそれが未成年っていうところに判断がわからない、あと夢を追いかけるエンターテインメントっていうところなので、そういうのはあるのかなと。あと経験としては芸の肥やしになるとかね、そういう同性愛のドラマとかあるんだよね。あの今度西島さんとね、内田さんだっけ、内野さんがやるご飯どうするみたいな、何かそういうのあるんでね、その芸の肥やしになるっていう話もあるんだけど、これまたジェンダー、でも今回の場合は幼児っていうところにね問題なんですよね。あと無理やり、まあでもね、学校もそうだし部活もそうだし企業に入ることもそうだけど、その企業やっぱ企業文化ってだってその会社のルールっていうのは全然やっぱ会社によって違うので、まあある種その洗脳なんですよね、習慣っていうのはね。僕はすごい自由派なので、そういう、まあでもそのトップの社長のことが好きかっていうのは僕が一番大事だと思っていて、今までもあの実家の会社父親が好きかと、もちろん好きなんだけど、その経営者として好きかどうかとか人間として好きかっていうことが大事なんですよね。あなたが勤めてる会社の社長好きですかっていう話で、あなたが入ってる部活の部長が好きですか、顧問が好きですかっていうのが結構人をこうそういうところの判断する軸になると思うんですよ。やっぱりこの人が人を好きになるってことが根本にあると思うので、そのジェンダーの前に、ジャニーさんのことみんな悪く言わないじゃないですか。もちろん権力とかその価値を完全に利用してはいるんだけど、でもまあジャニー北川さんはそういうタイプの人でもなさそうとか、僕会ったことないですけど、そのおじいちゃんだったし、もうそのなんていうんですか、本当に売り込みたい、芸能界で活躍してほしいと思いつつ、好みの子たちを、まあ、審美眼っていうんですか、選ぶ目、美しい男を選ぶ目がやっぱり優れてたっていうのは、そういうところにもやっぱり既存するというかね、依存するしたので、そうやってあんだけ帝国ができたっていうのもやっぱりあると思うんですよね。
美しいとか可愛いとか綺麗とかそういうのって本当に主観なので、例えば木村拓哉さんって、僕のね、木村拓哉さんがかっこいいとかイケメンとかそういうの思うのって、江戸時代とか昭和の初期だとあの顔ってかっこいいとは言われてないんですよね。どっちかというと女の子みたいな顔みたいな。でもジャニー喜多川さんは女の子っぽい男の子だけど、男らしい男の子もきっと好きで、そのでも女性は好きじゃないんですよね。だからその美的感覚はそのジェンダーレスなとこを持ってたので、そういう一般の人から見るとそういう男性が魅力に感じるっていうかね、そのまたそのジャニーズを応援してる人たちも、あ、すいません、うるさく、その女性同性が好きだったりする可能性もあるし、つまりその宝塚なんかもそうですよね、女性のファンばっかりだし、女性が出てそこに性っていうのはそのあんまり関係してなかったりするので、まあでも今回の場合その虐待っていうかね、その若いっていうか小学生とか中学生ぐらいの子供たちなので、そこが問題って言われたいんですけどね。やっぱりまあだから今売れてるジャニーズのもうみんなが知ってる人たちもされてるかどうかとかね、その人たちが訴えるかどうかって言ったら、まあ訴えないでしょうね。まあ今飯が食えてるのは北川さんのおかげだし、まあ減るもんじゃないしっていうかね、そのちょっと我慢すればっていうのもあるし、まあただその社会としてそういうのを、まあそういうのを利用する人は今後はもう出てこないと思うんですよ。社会がすごい変わりすぎてるのし、今後ジャニーズ北川さんのような経営者っていうか芸能の事務所の人っていうのはまあ出てきづらいというかね、訴訟したら負けるし、経営も難しいじゃないですか。やっぱりジャニーズ事務所って古いので、そこがやっぱりで家族経営っていうのがね、圧倒的なあれですよね。でそれと韓流が来たとかそういうのはあんまり関係なくて、まあ芸能界でもね、芸能界だけじゃないんですよ。大企業も競合が来たらダメとかありますよ。僕モデルやってたんで CM とかそういうのも同じ業界のライバル会社は2つ掛け持ちできなかったですからね。僕みたいな無名なモデルだったんですけど、どっかのやってたらライバル会社やってたらもうそのオーディションすらできな受けられなかったし、もちろんそんなの内緒にしてたらアウトですからね。そういうのあるんですよね。でマスコミマスコミって言うけど、マスコミはただの利益を追求するないと継続じゃできないんで問題はその学校教育においてそういった話、子育てに話してそういうどう話せばいいかっていうのが、それが社会問題としてなってると思うんですよね。そのまあ今もうおじさんで言うんですけど、僕芸能界入ったばっかの時にその同性愛の人に言われたことは僕あります、ぶっちゃけ。でやっぱりあるんだと、そういう人いるんだと思ってお断りしたんですけど、だからそれを引き受けたらなんか売れたとかそういうのもそういうのはなかったと思うんで、もっとすごい人がもしね、俺が大物プロデューサーが来たらそういう行為我慢してしたかもしれないし、してないかもしれないし、絶対嫌なんだけど、そういうただその映画の主役にしてやるから我慢しろみたいな言われたら分かんなかったですよね。我慢したかもしれないし、
やっぱり人生一回だし、夢を叶えるために若い時って必死なので、あとその興味本嫌っていうのと未経験なのでよくわからないっていうのがあるんですよね。経験してないことって怖いでしょ、よくわからない。もしそれやってみたらよかったかもしれないし、そういうとこもね、皆さん、まあそのすごい臆病な人たちはそういうことはないと思うけど、あると思うんですよね。今後どうしていってほしいかっていう僕の意見を言うと、やっぱりそのカウアさんほか、その売名なのか、そのやっぱり嘘をつきついて人生、今後もっと芸能でやっていきたいので、そういうのを言って、でジャニーズ事務所もそれに答えて、で今後ね、そういうことがなければいいことであって、とりあえずまあその被害者には賠償しつつ、会社はあるわけですかね。でジャニーズ事務所っていう名前は社会的にはもう変えた方がいいですよね。まあ結局意味ないですけどね、もともとそうだったっていうのが、まあ一生企業名よく変わるじゃないですか。だけど元はこうだよってなってれば、ネーミング変えたところでやったらですね、やっぱり時代とともに社会は風化するし、忘れていくんですよね。震災とかそういうのも一緒で、それはいつの時代もそうなんですよね。歴史ってもう昔でしょみたいな。古ければ古いほど、昔そうだったよね、ははーみたいな、なっちゃうんで、まあすごいこんな言い方ですよ。ジャニーズはそういう社長がそういう同性で愛者だったからこそブランド力があったとも言えるんですよね。デザインとかファッションのデザイナーもファッション業界もそういう同性愛者多いので、そこに特化してるところにそのかっこよさっていうのをなんか見出す、一般的に見出すことが多いので、ということなんですよね。まあ現時点でその社会問題 にはなってるけど、まあこのまま風化する、あとはその司法がそのどうするかっていう罰則をね、どうするかっていうだけのことなんで、まあ僕たちはねファンでもないし、僕もファン、別にジャニーズファンでもオタクでもないので、まあそういうことをやっぱりあったんだっていう事実を知っただけのことだったかもしれないですよね。まあ、今後はそのやっぱ当事者の問題ですし、あとそれを見て見ぬふりしてきたテレビ局側とか雑誌とかマスコミ側、それを見て見ぬふりしてきた人が誰かっていうのも追及されるべき、そこが一番僕問題じゃないんじゃないかなと思います。そのジャニーズが北川さんには相当やっぱり罪ですけど、それをなんか優遇してきたテレビ局とその判断した人が誰かっていうのを開示しないと思うけど、した方がいいですよね。僕はあの時やっぱり数字が大事だったんで、ジャニーズは使わざるを得なかったので、番組的にもね、ジャニーズ側の言う通りにしたっていうのをやっぱり言うべき。まあ、今後はもう起こらないのわけですから、そうすると、その、責任と謝罪があれば、それをトップが言わなきゃいけないんですよね。アナウンサーじゃなくて。うまく収まるんじゃないでしょうかね。はい。そういうことでした。それでは、バイバイ。